94式軽装甲車 TK は1930年代に日本陸軍が原因車として開発した装甲車日中戦争で実戦に投入され、いわゆる豆戦車として不表示可橋の役割も果たした。94式軽装甲車はもともとは最前線で弾薬等の危険物を運ぶ原因車として開発され、物資を積載し牽引する専用トレーラーとして、 94式3、4トン被験員車が同時に採用された。日本陸軍は1930年にイギリスからカーデンロイド豆戦車マーク6を輸入し、翌1931年3月から10月まで、不評学校及び、騎兵学校による各種試験を行った。結果、直接の戦闘には向かないが、燃料、弾薬等の輸送のほか、策敵、警戒、 式などに適性が見出せると高く評価され、不評、騎兵いずれも、戦車隊や走行車隊の補助車両としての使用を求めた。そこで、カーデンロイド豆戦車マーク6を参考に、1932年に陸軍技術本部にて原乙美製により設計が開始され、1933年に TK が開発された。一区名称の TK とは、 特殊牽引車の当事後である。また、保護をとも称した。1934年に、本体は94式走行牽引車、トレーラーは94式4分の3トン席、被牽引車として仮正式化された。シな事変中の94式軽装行車、94式3、4トン被牽引車を連結している、牽引車として採用された本車だが、 出来上がってみると非常に使い勝手の良い豆戦車となった。参謀本部もこれに目をつけ、故障を走行牽引車から軽装甲車に変更するよう命じた。11個の師団に軽装甲車訓練所が新設され、気候兵器普及の母体となった。1937年に品事変が勃発すると、本社も89式中戦車と共に気候戦力として戦場に送られ、 独立系走行車中隊が編成された。これらの部隊には、戦車部隊と同じような任務が与えられることが多かった。非常に小型の車両であったため、戦車としては、非力な面もあったものの、簡易な支援体制でも運用することが可能であった。専用のトレーラーでなく、通常のトラックにも搭載でき、また、工兵の支援や戦車橋がなくとも、 丸太2本を渡せばとかができるなど、不評部隊への追随には非常に好都合だった。設計上の特徴として溶接構造の採用とサスペンションへの関連リンク方式の採用が挙げられる。校舎は原乙美製による考案で、2つの車輪を連成喧嘩して1組にし、それを前後に2組並べて横羽でつなげ衝撃を吸収するものである。 本社での実用結果、成功と判定されて95式軽戦車や97式中戦車などにも採用され、以後の国産機候兵器の代表的なサスペンション形式となった。武装は、戦闘車両としては最低限の91式車最軽機関銃1門を砲塔に持つのみで、本来は自衛用だった。後に、新型の97式車最重機関銃に、換装された。 謝罪機関銃は、砲塔の銃貨から取り外して、二脚化を取り付け、社外で使用することができた。しかしながら、機銃種の方の力による人力旋回方式とはいえ、砲塔形式を採用したことにより、使い勝手が良く、これは参考にしたカーデンロイド豆戦車や、各国の豆戦車と比較して、本社の長所として特筆されるものである。他に、 砲塔と車体の各部にピストルポートが設けられ、近接攻撃を仕掛けてくる敵兵に対応した。装甲は、不評が持つ、小銃実砲の弾丸に貫通されない、最低限の性能として設計された。なお、本社は名称こそ、軽装甲車であるが、92式重装甲車よりも、装甲は厚い。しかし実戦においては、中国軍の持つリメートル弾使用の、 モーゼル式小銃のような強力な小銃により、命中弾の破片が車内に飛び込んだり、場合によっては破損や貫通の被害を受けてしまった。ましてや 37mm 対戦車砲のような対戦車兵器の前には、全くの無力で、後日の南京攻略戦のように大きな損害を出すこともあった。それでも、日中戦争では中国側が、 対戦車兵器を有効に活用しなかったため、戦車のような活躍ができた。本車は変速装置と軌道輪が車体前方にある前輪駆動方式であり、空冷直列4機等ガソリンエンジンは車体全部左側にあり、消音機は戦闘室左側面に一つ配置された。乗員は2名であり、車体全部右側の操縦手席に操縦手が座り、 車体後部の戦闘室と砲塔に社長兼機銃手が立つ。操縦手席上面と砲塔上面には前開き式の乗降用ハッチが設けられていた。車体後面には戦闘時に使用する右開き式の大型乗降用扉が設けられていた。武漢作戦における94式軽装甲車実践、経験の結果、94式軽装甲車の 欠点として次のようなことが指摘された。武装が軽機関銃のみで火力が不足。装甲の防御力が不足。原因者としてはエンジン馬力が不足。隣り合ったエンジンと操縦手席の間に仕切りがないのでエンジンの発する高熱と騒音が操縦手の負担となった。エンジン馬力の不足と設置面積の不足で悪路の走破性に難があった。 これは後期型車体で改善された。設置面積が小さいので、機重発射時に車体が安定しないなど、機関銃プラットフォームとしての安定性が不足。これは後期型車体で改善された。スリットに防弾ガラスがなく、破片等で負傷する恐れがあった。立体が外側ガイド方式のため、旋回時に外れやすかった。乗員二人では少ない。 これらの欠点を解決すべく、後継の97式系装甲舎が開発された。南京攻略戦で中華門を攻撃する94式系装甲舎隊。この直後に門は爆破される。前述のように本社は主に日中戦争において活躍した。その中でも特に本社が表に立った戦闘を紹介する。94式系装甲舎の生産は1940年を、 持って終了したが、不要になったわけではなく、97式軽装甲車が配備されるまでのつなぎ、あるいは、後方の治安部隊の警備車両などとして使われ続け、師団の捜索連隊などに配備された。気候戦力の不足していた日本軍では貴重な車両であり、海軍陸戦隊にも供与されている。太平洋戦争後期のレテ島の戦いでは、アメリカ軍の上陸用に対し、 偶然浜辺を走っていた二両の本社が銃撃を加えた記録が残っている。大戦祭末期の1945年においても沖縄戦に参加した写真があり、本土決戦用の戦力としても依然存在していた。国外では中華民国南京政府の中央軍艦学校にも供与されていた。本社の生産は1934年の正式採用後直ちに始まり、 1935年に300両、1936年に246両、1937年に200両、以後は絞られ、1940年の2両、計843両で終了した。94式系装甲車後期型広く普及した本社には多様なバリエーションが存在する。一部は通常型の生産終了後も生産された。 台湾の総甲兵学校講師館に94式が展示されている北京広司かつ博物館と空、敏家戦車博物館に初期型がオーストラリア戦争記念館とイギリスに後期型がそれぞれ1行ずつ展示されている。また、台湾の陸軍総公平学校講師館に1両展示されている。ありがとうございます。